マット・リドルは、アメリカ合衆国のプロレスラー。元総合格闘家。ペンシルベニア州、アレンタウン出身。ニューヨークのサラトガ高校でレスリングを学んでいて、全米王者、ニューヨーク王者になったことがある。アマチュア総合格闘技で一生礼拝という経験を経て、2008年にザ・アルティメット・ファイター7に出場。TUF では、メンバーやファンからマシューと呼ばれていた。 常に笑顔でいたため、コーチであるクイントン、ランページ・ジャクソンに、クリッパーというニックネームを付けられた。周りに馬鹿にされようが、試合であろうが、常に、笑顔のマシューは、TUF7 の、ムードメーカーでもあった。マシューは、TUF7 において、柔術ービのティム・クレデューに一回戦で当たり、ニ r ールでひしぎ十字固めで敗れて脱落。 プロ MMA 経験がないマシューには相当なハンデがあったが、アグレッシブな戦いを見せた。一回戦で敗れたものの、キャラクターとセンスを評価され、離脱することなく、最後まで練習に参加し、フィナーレに出場。この大会では、ダンテ・リベラと初のプロ MMA 戦を行う。ダンテは、TUF7 の中で、マシューをバカにしてからかっていた人物で、 お前と俺がやったら瞬殺で一本だと直接マッシューに言っていた柔術黒ビファイター。そんなことを言われても笑顔で答えていたマッシューはプロデビュー戦でダンテに3から0の判定勝ちを収め公式戦初勝利を飾った。2009年2月7日 UFC ファイトナイトローゾン VS ステファンズでスティーブ・ブルーノに3から0の判定勝ちを収めた。 8月8日、UFC-101 では同じく TUF-7 参加者のダン・クレーマーに判定勝ち。11月14日、UFC-105 でニックをシピチェックに TKO 負けを喫し、初黒星となった。2010年3月27日、UFC-111 でグレッグ・ソトと対戦し、グラウンドで下からの顔面蹴り上げを受け反則失格勝ちとなった。 8月1日の UFC ライブ、ジョーンズ VS、マプチュシェンコでは、ダマルケス・ジョンソンと対戦。ジョンソンの体重超過のため172ポンド契約での試合となったが、パウンドにより TKO 価値を収めた。12月11日、UFC124 で、ショーン・ピアソンと対戦し、0から3の判定負けを喫した。 2011年9月17日、UFC ファイトナイト、シールズ・ vs エス、エレンベルガーで、ランス・ベノイストと対戦し、0から3の、判定負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年7月21日、UFC149 で、クリス・クレメンツと対戦し、片方目で一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 試合後の薬物検査で、マリファナの陽性反応が検出されたため、カルガリー格闘技委員会から90日間の出場停止処分を受け、試合結果もノーコンテストに変更された。2013年2月16日、UFC オンフュエル TB7 で、チェミルズと対戦し、2から1の判定勝ち。試合後の薬物検査で、 マリファナの陽性反応が検出されたため、試合結果がノーコンテストに変更され、UFC からリリースされた。2018年8月18日、WWE を契約を交わし入団。育成施設である WWE パフォーマンスセンターにてトレーニングを開始。9月21日、WWE の参加団体である NXT、NXT ライブにいて、 ファビアン・アイクナーとの対戦でデビューを飾る。パワーボムからニーストライクへとつないで勝利した。10月31日、NXT にて初登場。ルークメンジーズと対戦。関節技、打撃両方で圧倒すると最後に、ニーストライクからブロミッションへとつないで勝利。11月21日、NXT にて、カシアス・オーノと対戦。試合前に、オーノが、 エントランスよりマイクアピールを行い挑発するが、リングに入った瞬間にミーストライクを決めて勝利。フッシャーマンズバスターガットレンチスープレックス。ありがとうございます。